はい、こんにちは。それでは Windows Live Movie Maker の第4日目です。今日は、ビデオと写真の、加工について話します。加工というのは、色を変えたりだとか、それからビデオの長さを調整したりだとか、というようなことをします。これが写真ですね。今こちらですね。こちらがビデオですね。ビデオのアイコンになってます。復習になりますけども、こちらのところ、プレビューのところの下の再生をクリックすると、この黒い縦の線が走っていって、その線のところが、今映っている動画のところです。一緒にこれも動いてますね。はい。はい、動画が動き終わって、今静止画の方に入る、写真の方に入ると、これは動きませんけども、時間は経っているという状態です。はい。はい。ちょっと一旦一時停止します。それで、じゃあまず写真の方からいきましょうか。写真の方をクリックすると、先ほどととか今までと違って、このビデオツールというのがここに出てるかと思うんです。こちらでもやっぱり同じようにビデオツール出てます。今は出てなかったんですけども、ビデオツールが出て、このビデオツールの下の編集をやると、ビデオのための編集画面が出てきます。同じく写真でも同じですけど、ちょっと違う場所があります。写真の場合には、再生時間だけがちょっと、濃くなってて、その他は真っ白ですね。なんとか白くなってます。まあ、動かないということですね、この辺は。ビデオの方の置くと、再生時間は動かないような薄くなってますけども、速度とか、フェードイン、フェードアウト、ボリュームとか、トリム、この辺が、濃くなってるんで、この辺の道具が使えるということになります。はい。ビデオの方を見ていきますか。じゃあビデオの方は、まずトリムというのは何かということを説明します。トリムというのは、開始位置の設定と停止位置の設定を行うということなんですけども、このビデオの始まりが、このような形で始まって、最後の方、木の枝の方が見えてきています。はい、最後の方ですね。この前後、結構手ぶれなんかをして、動いてないとか、ちょっとカットしたいなという場所があるんですけど、そういうところを設定するわけです。一番最初から再生して一度見てみましょう。まあ、桜の花びらが散ってて、だんだん上がってって、ここで、枝ぶりが見えてきます。枝ぶりが見えて、こんな感じですね。まあ、ここは最後のところの枝ぶりのところをちょっとしつこいかなということで、枝ぶりの最後の方をカットしてみましょうか。例えば、もうここら辺でやめる。まだ見てて分かりません。少し残ってますけど、ここら辺でカット、あとをカットして落としてやろうという場合には、ここを停止位置として、ビデオをここで停止してしまうということです。すなわち、ここで停止をしてしまいます。そうすると、今ここに出てたちょっと残りがなくなって、動きの方も、最後の方がカットされた状態でビデオは終わってすぐに次の画面に入ります。このような感じで停止位置を変更できます。それから、ちょっとじゃあこちらのビデオの方を使いまして、このビデオを最初から見てみましょうか。このビデオを最初からちょっとここから動かしてみると見えます。ちょっと音がうるさいですね、これは。はい。これは、ビデオのボリュームが結構大きいので、ビデオボリュームの調整をしましょう。ビデオボリュームは、これは今最大になってますから、ずっと落として、このぐらいだったらどうでしょうかね。ちょっと聞いてみましょうか。まだ大きいですね。もっとちっちゃくするか、完全に消してもいいんですけども、ちょっとだけ出しておいて。こんな感じですかね。ちょっと見てみましょう。再生して。ちょっと自動車の音だけですからね、完全に消してしまいましょう、ここは。これでもいいですね。はい。すると、消えて音がないとこ。あとで音楽入れますから、雑音的な車の騒音は消してしまうというふうに消します。ちょうど次の画像に入りました。ここも音が大きいですね。音が大きいとこ。ここも消しましょうと。今度はいっぺんに消してしまうということで、これで。します。こっ
っちで持ってくんですね。ごめんなさい。一番後ろに持ってって、これで多分音が消えてます。はい、音消しました。それからちょっとこちらは画像が揺れてますね。ガラガラとですね、撮影した時に手ぶれをしてます。ですから手ぶれしてないとこだけ撮っていこうかなと思いますけども、結構手ぶれしてますね。ここら辺から来て、まあ、ここら辺で止めちゃいましょう。この場合前を全部消して後ろ消すとかするんじゃなくて、分割というのがあります。2つに分けてしまうんですね。今これ分割というのをしましたんで分けました。もう一度見てみましょうか。ちょっと一旦戻ります。1つをここら辺で分割したいという時に、ここら辺ですね、トリムツールの中の分割というツールがあります。選択したここに書いてある、選択したビデオを現在の位置で2つのアイテムに分割しますというところですね。ですからこれで分割してみましょう。そうすると2つ、これとこれの2つのビデオに分割されました。で、前の方のビデオいらないわけですから、じゃあ前の方を全部カットということで、前の方を選択して、左クリック、ごめんなさい、右クリックしますと、このようなのが出てきて、ここで削除ですね。すると1つになって前の部分が消えました。見てみましょう。こんな感じですね。ちょっと止めます。こうですね。ちょっとビデオのが短いですね。ですが、このような場合には、長く引き伸ばすということで、ここに置いた状態から、ここの再生速度をゆっくりさせてあげる。この速度。これがあります。速度を4倍ぐらいにしてしまうと、ゆっくり動かしてくれるんで、こんな感じです。ごめんなさい。間違えましたね。ここ指定して、ゆっくりでなく、ゆっくりの方が小さくですから 0.25、 これで4分の1のスピード、要するにゆっくり動かすということですね。こんな感じの動かした、ちょうど葉っぱも風で揺れすぎたのがちょうどいい具合になっているかなと思います。はい、もっと落とすこともできますね。 1.25、 これじゃ遅いですね。0.25 というスピードにします。このように分割して速度を落としたりとかすることができます。はい、それから写真をこう見ていくと、なんとなくこれはちょっと鮮やかさがなく、こちらより鮮やかさがないですね、この写真。このような場合には、視覚効果で、これですね、このタブをクリックして、まあ、今編集だったんですけど、視覚効果のタブをクリックするとこのようなのが出てきます。この中の明るさ、ここをクリックで明るさ、プレビュー画面も見といていただきたいんですが、明るさを明るい方向に持っていくと、ガッと持っていくと明るすぎですね。まあ、適当なとこで、暗いよりもちょっと明るく、もうちょいかな、このぐらいですね。もうちょっととして、はい、この辺の明るさにしようということで明るさを決めます。まあ、これ決めたらそのまま他でクリックしていただければそれで固定されます。はい、画像は明るくなっているはずです。はい、こんな感じですね。はい、これも明るいし、明るさもいいかな。明るさはちなみにビデオの中でもできます。このビデオをちょっと暗いので明るくしようという場合には、これをこう持ってくるとかですね、明るすぎるから暗くしてあげようという場合にはこのぐらいとかになります。このビデオの場合、ちょっと、途中で眩しいところがあります。ちょっと動かしてみましょうか。このところで眩しいところがありますから、このぐらい暗くしといてもいいかなと思います。はい。で、ちょっと暗くした感じにしました。これはですね。はい。こんな形で、ビデオと写真の、加工を行います。はい、今日の講義はこれまでとします。